クワクする。うめぇ。うめぇ。とんこつできんだ。やばい、帰んなくていい。これから肝であるラーメンの麺を切っていこうと思います。豚骨を目指しているので、細切りにどこまでチャレンジできるかっていうところが緊張ところだね。そうだね、そこが本当に大事だね、うん、じゃあ早速やってみようか。うん、やります。一晩寝かした生地を切っていきたいと思います。まず打ち粉します。じゃあ4等分くらいに切ります。どう、切り心地は？なんかね、ちゃんと弾力感じる。ほんと？これを1個ずつ伸ばしていこうと思います。麺棒がないので空き瓶を代用していきます。ピスコです。しっかり伸びるといいね。ね、欲しがるよこの麺。じゃあバトンタッチ。手でやるってね、かなりね、手慣れてないとできないんだって。まあ、チューブとイカくらいにはしたいねって感じだね。そうだね。予想外に三角になった。確かに。なんで三角になった。まっすぐ。ここ縮れ麺。やばい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 。破れたらやばい。めっちゃショック受ける。ペラペラ。薄い。すごいよ。1ミリある？いよいよ切っていきます。細麺ね、細麺。結構細麺っぽいけど。ね、かなりいい感じだね。なんかめっちゃいい感じだね。うん、すごい。あ、これすごい奇跡の一歩。かなり切るの上達したね。うん、めっちゃ綺麗。手切りとは思えないわ。ちょっと職人気分になってきた。これはコバさんをビビらせられるね。うん、これからチャーシューを切っていこうと思います。やば、楽しみ。絶対美味しいんだって。まずは紐切ってきます。箸大きいから食べようか。おお、結構いい感じ。おお、美味しそうだな。美味しそう。それ食べていい。すぐつまみ食いしようとするな。うん、料理の場合はつまみ食いです。もはやラーメンより俺はチャーシューが楽しみになってきた。うわ、やば、めっちゃ切るの上達したね。うまそう。麺とチャーシューができました。チカがかなり上手に切ってくれたので、これは期待値が高まるね、うん、チャーシューの方も結構美味しそうに出来上がってるので、本当食べるのが楽しみだね、うん、あとはスープとか仕上げを頑張って完成させたいと思います。紅生姜をチェックしてみます。おお、ちゃんと染まってる。ザクロで染めたとは思えないね。味玉を切っていきます。おお、結構味染みてそう。ででーん、おお、きれいきれいきれい。何これ、きれいでしょ。すごい。糸使うと綺麗なんだよ。へえ。これが全部のトッピングと麺です。まず左から豚の皮で作ったキクラゲ、何の野菜かわからないもので作った高菜、ザクロで染めた紅生姜、小口ネギ、味玉、豚バラで作ったチャーシューです。あとこっちがすごい時間をかけて頑張って作った卵麺です。ではこれらを全部使ってラーメンを仕上げていきます。これは高まるな。ワクワクするね。おう、じゃあ麺を茹でていきます。茹で
気だな。どうせやるならね。ね、本気だよね。あ、危ない。穴から出てるよ。穴から出てる。スープ入れます。おお。ボールの上に乗るとルックスやばいな。あ、これは間違いないな。卵をとりあえず1個。うわうわうわ、おー、うまそう。やば、これめっちゃキクラゲだね。なんだろう、後で種明かしをしますね。気になるな。こんな感じか。うわ、紅生姜すげえ。卵2個いい。おー、豪華。ネギを真ん中。これで OK。 すげえ、ラーメン屋じゃん。出来上がったと思います、はい、なのでみんなにシェアしながら一緒に食べようと思います。じゃあ待ちきれないで今食べます。いただきます。ありがとうございます。やばい、うん、うん、うめぇ。うめぇ、超うめぇ。すげぇ、豚骨だ。うまい、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 すごい、超ポンコツ。うまっ、やばっ。めっちゃむつるしてる。あ、これやばい、おいしい。めっちゃうまい。うまっ、すげえ。あ、やばい、チャーシューやばい。チャーシューうまい、チャーシューでいいのに。うまっ、料理も最高。すげえ、超ポンコツ。大変こだわ。Hey guys, how's taste? So good. Ready? うまい。うまい。Amazing. Yes. Thank you so much.Yeah, it's our pleasure. Thank you. Yeah, the chashu is really good. He made it. そうか、なかなか忘れてた。忘れてた。どうぞ食べてください。あ、すげえ、すげえ。結構パパなんですよね。あ、結構びっくりした。全くよくわからない。パパ食べてた。キムラケ何で作ったと思います？え、なんだこれ。この食感。なんだこれ。でも味は醤油っぽいですね。なんかあれさ、ピータみたいな。これ、チャーシューの豚肉の皮を使って作りました。ここクッキンだ。え、そうなんですか。すげえなんか透き通ってる。めっちゃ煮て食べれる食感にして。うまい。なんか食べるのもったいないですよ。買い玉あります。何ですか。絶対欲しい。買い玉です。マジですか。ありがとうございます。すごい美味しい。スープやべえな。あー、マジ帰んなくていいわ。うん、何だろう、楽しい感じ。超わかんない。せっかくコバさんなら何か。でも色的にはイチゴとか。そうね、今甘くなっちゃうじゃないですか。そうですね。野菜、トマト。残念です。それはザクロディーを使っています。確かに確かに、あ、難しいな。いろんなのないなーって言ってたら、ザクロディーじゃないですね。確かに、特にこれは職人目が美人です。せいせい、すげえマジで。せいせい、さあ、美味しい。でも楽しかったな。何日もかけて。マジうめえ。安心した。ね、超良かったですね。良かったです。ありがとうございます。そうです、そうです。ビビりますもんね、やっぱ紅生姜出した時も。見えないみたいな。すげえな、マジで。見た目もすごいし、味もうまいしみたいな。そうだね。よかった。マジでありがとうございます。あ、いえいえ、よかったですね。超幸せです。マジで金取っていい。いい体験させてもらってるな。成功。